はい、こんにちは。スタジオリバーサイドギタリスト竹下敦です。はい、告知の時間でございます。まずはですね、来る2023年8月26日、高田の馬場は黒沢楽器高田の馬場本社にて、クラス合同演奏会、はい、私も参加させていただきます。本番が、12時30分から15時の予定ですね。観覧入場すべて無料でございます。はい、こちらになりますね。はい、私もですね、私の師匠である、加納治さんと、ギターでセッションさせていただきます。はい、ぜひね、入場観覧無料ですので、ぜひともお越しくださいませ。はい、私も、加納治さんとギターを弾かせていただきます。はい、告知その2、ハッピーロード小山台納涼祭り。はい、本日29日と、ね、30日16時から19時30分まで、私の地元でもある、ね、ハッピーロード小山台で納涼祭りが行われます。はい、ぜひね、ご近所の方、納涼祭り行ってみてください。先着150名様におっぽんうちわ、おっぽんというのはちなみに小山台のキャラクターでございます。ぜひお越しください。ぜひ浴衣でお越しください。告知その3。はい、お世話になっております東京フィルハーモニー交響楽団2013年演奏会のご案内。じゃーん。はい、東京フィルハーモニーオーケストラ2023年の、シーズン定期演奏会ラインナップでございます。この辺はもう終わっちゃったかな。ズズンと行きまして、7月ももうダメか。10月、クロエ・ディフレーヌ式、バウリン協奏曲3番、幻想交響曲、10月22日日曜日、10月18日水曜日、10月19日木曜日、はい、それぞれね、コンサートがあります。はい、私のね、歯医者さんを受け持っていただいている方の旦那さんが東京フィルハーモニー交響楽団の首席バイオリンを務めさせていただいております。ぜひとも東京フィルハーモニー交響楽団見に行ってください。クラシック音楽、クラシックはね、本当に音楽の基礎ですからね。ぜひ、楽しんでください。クラシック本当に楽しいんでね、ぜひとも、見に行ってください。はい、そして改めまして、ぜひともね、こちら、8月26日土曜日になります。はい、黒沢楽器高田馬場本社、まあ Google マップすぐに出てくるんでね、わかると思いますが、私もね、参加いたしますので、ぜひとも、来てくださいませ。それでは告知のお時間でした。スタジオサイリバーサイドからギタリストの竹下敦がお送りいたしました。それでは See you next time です。じゃあねー。